はい、こんにちは。自営業専門、税理士、川南です。本日の動画はいよいよ確定申告シーズンが近寄ってきたということで、今年、令和5年分の確定申告用紙、また令和5年分の確定申告がどう変わったのか、変更点について速報で YouTube 動画で紹介していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS をやっております。また、ビジネス書を2冊出版しておりまして、 すべて概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度チェックの方よろしくお願いします。確定申告は毎年少しずつバージョンアップ、レベルアップをしていってますので、今年の変更点、一体どういったところが変わるのか、動画で一緒に学んでいきましょう。はい、それでは速報、確定申告変更点について、スライドで一緒に勉強していきましょう。 本日の内容です。まず、令和5年分の確定申告について新しく変更になった点をピックアップして動画で順番に紹介をしていきます。電子申告がさらに便利になりました。そして、確定申告書案が発表されております。こちらは令和5年分の確定申告の用紙の案となりますので、変更点をピックアップして紹介します。 そして今年は何といってもインボイス制度が導入されて初の確定申告となります。個人事業主の方、フリーランス、副業されている方、インボイス制度の登録によって消費税の確定申告が必要になっている方もいると思うので、こういった点も踏まえて今年の確定申告はですね、ちょっといつもとは違う申告になりますので、今回の動画だけではなくてですね、この後確定申告動画どんどん出す予定ですので、ぜひそちらの方もですね、チャンネル登録して動画が来るのをお待ちください。 はい。そして確定申告の用紙について再度こちらお知らせします。これ実は令和4年分の変更点なんですけども、意外と YouTube のコメント欄で皆さん勘違い、間違えているなんていう風に感じておりますので、改めてアナウンスをさせていただきます。そして最後まとめ、本日の動画の流れ、このようにいきますので、ぜひ最後までご覧になってください。 はい。まず大きな変更点、マイナポータルが進化しております。確定申告作成コーナーで以下のサービスを開始予定となっております。こちら表にまとまっていたので、国税庁の方から引っ張ってきました。令和6年1月以降の対象はこちらということで、収入関係、控除関係というふうに2つに分かれてるんですけど、令和6年の1月からマイナポータルがさらに進化してですね、去年よりも取り込める書類の種類が増えました。 これ何が増えたかっていうと、ニューというマークがついているのが、令和6年の1月から対応するサービスの予定となっております。まず一つ目が、給与所得の源泉徴収票、国民年金基金掛け金、イデコ、小規模企業共済掛け金。こういった書類がですね、以前はマインポータルでちょっと対応してなかったんですけど、今年令和6年から新しく対応、範囲が広がりましたので、しっかり押さえておきましょう。マインポータル自体のサービスは以前からあったんですけども、この対応書類が 増加するということが、今年の大きな変更点となり、マイナポータルどんどん進化してるなっていう風に感じております。では、次にじゃあマイナポータルって一体何が便利なの？どういったものなのか、簡単な図になっているものがありますので、次のスライドで紹介します。はい、こちらです。マイナポータルが進化ということで。 ポータルっていうのはどういった点がメリット、便利なのかと言いますと、マイナポータルと連携することでですね、自動で入力することができるんです。先ほど挙げたいろいろなね、証明書類などあったんですけど、こちら、確定申告に必要となる工場証明書や必要書類をですね、マイナポータルからまとめてデータで取得することで、確定申告の用紙にですね、自動入力、自動計算をしてくれる。ここがマイナポータルの一番便利な点です。要は自動入力 してくれるというとところが大きななメリットになるわけですとはいえ、すべての書類がね、マイナポータルからね、連動できるかっていうと、まだ数が少なかったんですけど、今年はさらに範囲が増えて、先ほどスライドに上げたように、こういった対象が広がりましたよ。これらの書類はマイナポータルで連動して、データで取得することが可能になったということになります。ただしちょっとマイナポータルの今回令和6年度から対応する9 所得の源泉徴収票について一点だけ注意点がありますので、次のスライドで解説します。 マイナポータルの注意点なんですけども、そもそもですね、源泉徴収票を勤め先が、要は企業が、会社が E-Tax で提出していて、税務所にデータで送っているっていう前提が必要になります。こういった勤め先、会社、企業さんがですね、紙で税務所に源泉徴収票を提出している場合はですね、データとなってないので、マイナポータルで連動することができなくなってしまいます。ここ1点ご注意ください。ですので、勤め先がですね、源泉徴収票を E-Tax で提出している場合、 にはマイナポータルで連携して給与情報を自動入力することができるということで自分たちがこの源泉調書を使って何かしらの確定申告をするときですね便利ですよという流れになっております。そしてもう1点マイナポータルの注意点2つ目があります。これ何かと言いますとマイナポータルを使おうと言っていきなりすぐに使えるものはありません。事前準備が必要となりますので確定申告前に一度マイナポータル使おうかなって考えている方はですねこの事前準備をしておく必要があります。外 概要欄にこのマイナーポータルの準備編、どうやったらマイナーポータルが使えるようになるのか、国税局でパンフレットが出ておりますので、そのパンフレットの URL、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。勤め先企業がですね、すべてこの源泉徴収票をデータにしている、e-tax で出してるってことはないと思うんですけど、もう一つだけ対応方法がありますので、次のスライドで紹介します。ご安心ください。 マイナポータルの、ね、対応方法なんですけど、給与所得の源泉徴収票、スマホ申告をご利用の場合にはですね、カメラでスクショをパシャリと撮るとですね、源泉徴収票の記載内容を自動入力してくれるっていうふうな対応をしてあります。こういったものでですね、給与所得の源泉徴収票がデータ化してなくてもですね、スマホ申告の場合はスマホでカシャッと撮ると対応してくれますので、こういったものをうまく使って、なるべく自分が手掃業でしなければいけない作業量を減らすという工夫を ををすすることをお勧すすめしますもちろん、これらのものがですね、できない、もしくはパソコンで確定申告するかなっていう方はですね、厳選徴収票を見ながら、こう指示が来ますので、入力しておけばですね、確定申告できないってことはありません。無事に確定申告できますので、そういった方法で対応するようにしましょう。では、次に、令和5年分の確定申告の用紙、一体今回は何が変更になったのか、実際の確定申告用紙案をスライドで紹介していきます。 はい。こちらが大きく変わった点になります。この用紙、白色の2枚目の方のページなんですけど、皆さんこれお分かりでしょうか売上と仕入れ金額の内訳を書く記載場所。この場所はですね、以前にもあったんですけど、ここに一つ新しく増えまして、もうおそらくね、これ見ると皆さん、 あこれを記入するんだなっていう風に思った方多いと思います。そうなんです。登録番号、確保法人番号を記載する欄が今年の確定申告書から新たに欄が設けられました。ここが大きく変わった変更点、唯一変わった変更点と言っても過言ではないです。こちらの登録番号、何を書くのかと言いますと、インボイス制度の登録番号になります。t で始まる13桁の番号を記載するというイメージですね。皆さんの売上のメイン先、まあ、売り上げが大きいところ順から 記記入されててていいるるるる方多いと思うんですすすけどそこのの取引先の登録番号がが必要ににななっく載を欄増えります法人の取引の場合はですね、インボイス番号が t で始まるもの、プラス、法人番号となっておりますので、括弧して法人番号というふうにこちらに記載がされているわけです。取引先が法人の場合には、法人番号に t をつければいいんですけど、取引先が個人事業主、フリーランスの場合はですね、登録番号を相手に確認しないと番号がわからないですので、きちんとこちら、登録番号を 番号を調べて記載するよううにしましまょう次青色申告書の用紙案はどういったこところが変わっているのか次のスライドを見てみましょう。 はい、こちらになります。想像していた方もいるかと思いますが、青色の申告用紙の方も、白色と同じ箇所がですね、変わっております。こちらは青色申告用紙の3ページ目になるんですけど、同じくですね、こちらに登録番号、各個法人番号というふうに記載がして、新しく欄が設けられています。白色と同じように、ここに T で始まるインボイスの登録番号を記入するということになりますので、皆さんしっかりと押さえておきましょう。そして、こちら、少しね、小さく注意点あるんですけど、 登録番号を記載する場合には、先頭に t をつけた上で数字を記載してくださいというふうに指示がありますので、必ず t を書いて、番号だけではなくてですね、t も書いて数字を記入するようにしましょう。では次に、インボイス制度がスタートして初めての確定申告ということで、国税庁は一体どういった対応をしてくれるのか、次のスライドで見ます。 はい、こちらになります。インボイス制度がスタートしたことで、初めての確定申告をするっていう方も非常に多いと思うんです。消費税の申告に E タクスは対応してますよということで、国税庁の方に大きく案内が出ておりました。そして2割特例という新しい計算方法が出てきております。こちら、インボイス制度がスタートしたことによって、消費税の負担が増える方に対して救済措置を出したものなんですけど、この2割特例の計算についてもですね、しっかりと国税庁のこの電子申告で、

会社が多いですそういったものを使って消費税の確定申告計算をするようにしましょう。 今のところ国税庁から公表されているのはですね、こういった画面になるそうです。この売上金額を入力するだけでですね、2割特例の計算をしてくださって、消費税の納付額いくらですよっていう風に計算することが可能という風に公表されておりました。ぜひ皆さんね、こういったものを使って、初めての消費税の確定申告、なんとかしてですね、対応して無事に終わらすようにしてください。また今後、私もですね、こういった消費税の申告応について動画で出そうかなという風に今のところ考えておりますので、ぜひチャンネル登録してください。 登録の方してお待ちくださいまた2割特例って何なのっていうふうにこの動画を見て思ってる方私過去の動画で2割特例について解説した動画ありますのでそちらの方を見てですねよく学んでおいてください自分は2割特例が使えるのかまた2割特例の方が得なのか簡易課税制度を使った方が得なのかこうね判断しないといけないということが発生してきておりますのでそのあたりしっかりと学んで消費税の確定申告に臨みましょう そして次のスライドは、実は今年度からではなくてですね、以前、令和4年分の時から変更点があったものなんですけど、意外とコメント欄で勘違いされている方が多いな、またまたね、この変更点の情報が浸透してないなというふうに思っておりますので、再度こちらで改めて案内をしたいと思います。 その内容はこちらになります。実は確定申告用紙の A というものはもう廃止されております。これどういったことかと言いますと、令和4年分からですね、確定申告の様式が統一されました。今までですと、確定申告書には A と B と2種類あってですね、どちらか自分に該当する用紙を選んで記入して確定申告をしていたんですけども、申告用紙が統一されまして、A というものがなくなりました。ですので、令和4年分以降はですね、 申告書 B と同じ表記のもので、A、B という表示はなく、もう申告書用紙が一つしかない、一種類しかないという状況になっております。こちらまだまだですね、情報が浸透してないなというふうに思ったので、再度改めて、過去の変更点なんですけど、こちらの動画で紹介をさせていただきました。ですので、皆さん、A と B がないよというふうに混乱せずにですね、今一種類しかありませんので、その用紙をもらってこれば OK ということになります。 そしてもう一点、この修正申告についてはね、全員の方が該当するわけじゃないので、一部の方なんですけど、一応おさらいをしていきたいと思います。修正申告というのは以前は5表を使って修正申告してるんですけど、これも令和4年分から廃止となっております。新しい申告書を作ってですね、確定申告のところを修正申告というふうに記載して、修正申告は出すというふうに令和4年分からなっておりますので、こちらも押さえておいてください。はい、というわけでまとめです。今年もですね、 確定申告シーズンの足音が徐々にしてまいりまました。たスムーズににに、確定申告に向かうために、ま、ず、準備、事前準備が非常に大事になってきております。まず、必要な書類を集めて保管しておくということが大事です。皆さん、手元にそろそろですね、控除証明書関係の書類が続々と届いてきていると思います。確定申告、3月15日締め切りなんですけど、その間、少しタイムラグというか、期間がありますので、紛失される方が必ずいらっしゃいます。ですので、きちんと こういった必要書類、控除証明書書類は1箇所にまとめてしっかりと保管しておいてください。 そして二つ目、早めの経理が絶対に正解です。特に今年、インボイス制度を登録して、課税事業者になり、初めての消費税の申告をするという方、早めに経理をしてですね、所得税の方は早くできるようにしておきましょう。そして少し余裕のある状態で消費税の申告に取り掛かることをお勧めします。どっちもギリギリですとね、ただでさえ所得税の申告だけでも毎年アップアップなのに、それプラス新たに消費税の申告という負担が入ってきますので、早めに経理をしておくことをお勧めします。 もし今この動画を見ている方で、まだ全く経理手をつけてない、領収書がぐちゃぐちゃだっていう方、すぐに手をつけるようにしましょう。 そして三つ目、もしこの e-tax を使う方でですね、マイナンバーカードがまだ手元にない、申請してないという方はですね、マイナンバーカードを早めに準備しておきましょう。はい、そして先ほど冒頭でも言ったのですね、マイナポータルを使うにも事前準備が必要となってきます。国税庁の e-tax のページもですね、いろいろとダウンロードするものがあります。ですので、電子申告ができるように、すぐ取り掛かれるようにダウンロードなど、基本的な事前準備っていうのは済ませておくのが賢い個人事業主となりますので、皆さんしっかりと 備えたり事前準備しておきましょう。去年 E-Tax したから確定申告したからもう大丈夫だろうってね、今思った方いるかと思うんですけど、毎年ですね、データ更新がありますので、また何かしら事前準備、またダウンロードするべきものが絶対必ず何かしらあります。ですので、そのあたり含めて油断せずに、事前の準備しっかりとしておきましょう。 はい、私は税理士川南のオンラインサロンも運営しております。オンライン上で税理士を味方につけるということで、Facebook の非公開グループで運営をしております。メリットが4つあります。順番に紹介していきます。まず1つ目、24時間私に質問や相談をすることができます。その質問に対してですね、私が直接文章でコメントで返事をします。チャットで質問するっていうふうなイメージを持っていただけるといいかと思います。2つ目のメリットは情報共有の場として使えることです。メンバー皆さん当たり前なんですけど、経営者、 また一人会社されているような方々ばかりですこういった方と情報交換ができる場として非常に皆さんから好評です3つ目ビジネスに関する記事や SNS の裏側などなど企業やビジネスに役立つ記事を平日毎日投稿しておりますそちらの記事の購読権利がオンラインサロンにはついてきます そして4つ目、定期的にズームサロンを開催しております。こちら、ズーム上で私に直接質問相談することもできますし、またメンバーとですね、ズーム上で直接会って話せるので、そこでも情報交換がリアルにできるということで好評です。このズーム会議の参加権利というのはオンラインサロンのみにしかついてこないものになります。以上4つの特典がありますので、ぜひ入会の方お待ちしております。詳しい情報は概要欄にリンク飛べるようになっておりますので、ぜひオンラインサロンの方ご検討ください。はいそしてう YouTube のチャンネル登録がが18万万人人になっっておりまます20万人がです20でね少ししずつやっと見え始めました個人的にこの確定申告シーズンに20万人いけたらいいなーっていうふうに思っておりますのでまだチャンネル登録してないという方8割の方が未登録のまま見ているっていうデータが出ておりますまだチャンネル登録してないよって方はですねぜひポチッと押すだけなのでチャンネル登録していただけると嬉しいですまた高評価ボタンやコメントも励みになりますのでよろしくお願いしますビジネス書2冊出版しております ますこちらのビジネス書フリーランスのバイブル本ということで必要な経理、税金確定申告の情報が一冊にぎゅっとまとまったものを出しておりますこのどちらの方もですね Amazon、Kindle 版ありますのでぜひ概要欄からチェックしてみてくださいそして私はその他いろいろ SNS をやっております各 SNS によって上げている情報少しずつ違ったりまあ、全く違うということがありますので興味ある方はぜひフォローの方よろしくお願いしますこれらすべて概要欄から飛べるようにしてありますのでチェックしてみてください はい。というわけで、いつも動画最後を見てくださり、ありがとうございます。いよいよですね、私たち税理士も繁忙期というものが近づいてきましたし、また確定申告のね、足音がしてきてるなーというふうに思っております。これから非常に忙しい時期に入りますので、まあ、ちょっとね、コメントがなかなかできなかったりとか、対応不足なところも出てくるかもしれませんが、応援の意味を込めてですね、動画待ってましたとか、今回の動画役に立ちましたって言ってくださいますと、私もやる気が出ますので、なんとか繁忙期無事に駆け抜きたいと思いますので、今後の YouTube 動画もよろしくお願いします。というわけで、自営業専門税理 神南でした。またの YouTube 動画でお会いしましょう。それではまた。